観光スポットが多く、変化に富んだ街歩きができます。1999年に登場の人気の高い大観覧車、ロンドンアイに乗りました。残念ながら、今にも雨が降りそうな曇り空でした。雨が降ってきました。時計塔がそびえています。大きな鐘の音色をロンドンの街に響かせています。雨も止みました。テムズ川に架かるゴシック様式のタワーブリッジに向かいました。
名物のローストビーフを食べ、土産は美味しい紅茶を買いました。